るチャンネル。ゼルダの伝説キャブタブタキングダム。一瞬考えた。パートが13かな。やっていきましょう。前回ね、こちら、かかわりこ村、合ってる？かかわりこ村で、すべてのミニチャレンジを終わらせたところ、ただ、この真ん中の遺跡には入れてなくて、ゼルダがね、いないとね、あ、ゼルダが、まあ、来たらしくて、来て、入っちゃダメだよって言われたと。なので、入ってはいけないという状態。パヤ。パヤいないの？パヤは？まだあそこいる？あれ、いない。パーヤどこ行ったんだろう。パーヤはね、パーヤはパーヤはムキムキと一緒か。パーヤムキムキはどこだ。あ、やっぱりパーヤ。リンク様、その、あの、何、声をかけていただけるのは大変ありがたいのですが、その、少しは、はだけすぎではないでしょうか。え？話せないの？もしかして。え？服着てないとちゃんと話せないの？嘘でしょ。来たるけど。ああ、リンク様、私に何かご用でしょうか。ゼルダ様の行方については把握しておらず、お力になれそうにはありませんが、パーヤは引き続き惑解石のことを調べていくつもり。お世話役のドゥランはいい顔をしてませんが、私はこれも族長の務めだと思っていますので。では私はこれで。リンク様はどうぞごゆっくりなさってください。はいはいはい。まあ、特にパーヤから新しい話が聞けるわけでもないと。これ何、これ左の、右のは分かるよ。これ乗ってきたもんね、空島にあったもんね。左のやつ、これ何、ボートみたいな、知らない。いろいろあるんだね。まあ、かかりこ村にはもう用なさそうだね。一応服屋さんだけ見ていい？服がどれぐらい値段になったかというと、なるほど。はー、どちらにしろ買えねえ。なるほどね。じゃあ、ちょっと早速なんですけど、メインチャレンジの中の、このインパと地上絵ってやつをやろうかなと思ってます。で、なんでかっていうと、なんかインパのさ、お月の人を見つけたんだよね、さっき。で、どこどこの馬宿の近くにいるぞ、みたいなことを言われて、まあ、インパをちょっと探そうか、というところですね。はい。で、これは目的地が認定されてませんって書かれてるから、ちょっと忘れちゃったし、もともとそのインパの話してくれた人に会いに行ってみようか。それそれそれ！いや、安っ。はい、ということで、眺望台に戻ってきました。というのも、眺望台で飛んだ方が早いかなと思って。で、地図的には、ここが眺望台で、まあ、ここに、懐かしの双子山があるんだよね。ちょっと、双子山も正直気になるところ。で、ここが、違うな、このかかりこ橋のふもとにいたんだよね、人が。まあ、どっちにしろ果ての村とかもあるし、こっち側にエリアを広げていきたいということで、一回眺望台から双子山に登って、双子山からこっち側に行こうかなと。うん、インパはって聞かれると、ちょっと、まあ多分インパこっち側いるんじゃないかっていう感じで答えちゃうけど。で、ここで、マップ。はい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 。向き的には、双子山の方向いてるね。パラセール使って、双子山の方に行こう。
普通に着地しちゃった。まずはさっきのなんだっけ、見えてる眺望台、あれってさ、あ、長押しだ。これってさ、あー待って、あ違うわ、ここ眺望台あるね。はいはいはい、こっち側の眺望台見つけときたいね。どうしよう。あー見える見える見える。まずあっちが果ての村、果ての村じゃないな、なんだっけ、あそこがもともと飛んできた眺望台でしょ。でこっち側が進行方向なんだけど、あそこにまず見えるね。あれあれピン打っとこう。あれはピン打ったんだけど、多分あれじゃないはず。うわ、あれか、これだね。え、ま、地図見ていい？合ってる合ってる。遠っ！マジか。でも、周辺の眺望台の位置は分かったね、これで。あっちも、あ、見える見える。あれだね。はいはいはい。これ、周辺の箇所は見つけたから、まあ、こっち側いいかな。こっち側見つけたいけど、ちょっとね、山が邪魔でね、渡りたいな。渡れる？渡っちゃう？お！なんだこれは？これ何？そう、あ、操作できんの？え、これめっちゃ便利！これ。やば！これやばくない？これ。え、これ欲しかったやつ。マジでこれ欲しいやつ。これマジで欲しいやつだ。嘘でしょ？これ絶対いる。え、ちゃんとまっすぐ向いてくれる君。建て替え。こうか。え、これ、もう、こうでしょ。で、この操作盤みたいなやつ。これも欲しい。まあ、まあ、でも、この鳥さんに関しては別になくてもいいけど、鳥さんに関してはね。そこー、雨ー、登れる、薬使っちゃう、なんかもらったし使っとくか。軽減なだけであって別に滑らないとは、滑らないわけじゃないんだね。まあコルグだ。簡単でよかった。コルグの実。ナイス。ありがとう。まあ、とりあえずできたし。ちょっとグランドライン入りますか。嵐の日にさ、やるもんじゃないかもしんないけど。ゴー！押すか。リンクさん、押してください。しゃあねえな。風つけるか。まあ、こんな感じで風をつけまして、これで動くでしょ。それ、動いた動いた、マジで動いてる。ゴー！待って待って、怖い怖い怖い、挙動が怖い。操作して、わっすげー、操作してる。いやもうこれ、あ、目の前のさ、なんて言うんだろう、あれ眺望台のところまで行ってほしいね。あ、でもなんかいい感じ。あ、また着く、そしてまた進む。めちゃくちゃいい、これ。出来がいい。
すげえできいいぞこれ。ちょっと右寄りか。あ、待って、活動限界来てる、もしかして。やめてくれよそんな。もうちょっと飛んでくれないと。きついよリングだって。嘘、どうなる。あぶねー。でもだいぶもう直でいってるような。もういや GG。 いやいい、ありがてー。しかも滑り軽減残ってんのも強い。晴れた晴れた。滑り軽減残ってんのも強いとか言ったら晴れたわ。お前の都合知らんがなって言われたわ。あれか、眺望台。あ、違う方来てるわ。まあいいか。あー、あっちだ。あ、懐かしい。あれ村だ。リンクの家あるんじゃない、あれ。なんだっけ、なんちゃら村だよね。あの奥にあの研究所あるんだよ。ほら見えてる見えてる。まあ、どうせだしこっちの眺望台開けに行くか。近いしね。どうせ飛べるからっていうのもあるしね。さあ眺望台、ここがなんだっけ、村があって、うわー、村があって、誰かがなんだっけ、海賊かなんかに乗っ取られてるみたいな話をしてた方だよね。これ裏からは入れないのかな。うーん、どうしたもんかな。こうなってると話はまた別なんだけど。燃やすんだっけこれ。燃やしたらいいんだっけ。燃やすに白だよね。あそこにテントあるし、ちょっと話聞きたいけどな。わ、薪とかある。絶対燃やすんだこれ。えのきた工務店活動報告書。くぬぎだ。薪の束10個120ルピー。雨で寒かった暖を取るために使ったっす。決して無駄遣いしてないっす。テント3個300ルピー。薪や荷物を雨に濡らさないためにテントがちょっと多めに必要だったっす。なるほど、もらおう。ありがたいねこれ。さあ雨が止むまでちょっと待ちますか。いや火つけるか。ここ火つける方法ってなんかあるっけ。持って投げる感じで、カエルの実を投げてあげたらつくかな。あ、つくわ。じゃあちょっと暇つぶします。大雨ですね。でこの後晴れるなってってるから、ちょっとここで時間潰せば晴れる。ちょっと調査隊のあの人たちの話も聞きたいから、話を聞きに行きたいんだけど、抜け道がないですね。通れるんじゃないかな。 OK、話聞こう。これ誰？雨ダメだ。あ、お兄ちゃん、もしかして南の方から来たね。ウオトリー村のこと何か知ってるさね。海賊はもういなくなった。村長さんは？ダダダのおじいちゃんも無事？あー、なるほど。この子は海賊に襲われた村の子なのかな。帰郷。あ、新しい眺望台の作業員さん、さね。ここは雨が多いから大変だわない。あー、結構こっちの方に流れてきてるんだね。本当に。海賊に壊されちゃった。料理屋、お客さんが今までに食べたことない料理を出すって評判だった。はあ。だから海賊をぶっ潰せば、この人の料理が食べれると。そういうことか。お玉。なんかある。ゴーゴーハスの実。なんかちょっと料理とかもちゃんとしてさ、薬とか蓄えときたいね。長いですね。お、そんなこと言ってたら、ここに都合よく剣士の剣と火打ち石があります。てかさ、今までさ、申し訳なく思ったんだけどさ、一応知ってはいるんだよ。この縦にさ、剣にさ、いつも石をくっつけたんだよ。くっつけてたんだよね、石をね。
でも武器同士くっつけれることは知ってるからね、さすがに。あのハンマーがさ、やっぱどのタイミングでもハンマーが足りなくなるから、とりあえずハンマーでいいやっていう思考でやってるから、それだけ。ちょっとなんか適当に料理作りますね。はい、皆さんお待たせしました。料理をね、いくつか追加しました。特にこのスベラズ薬をいっぱい作ったのと、あとはまあ串焼きキノコ、まあ基本的な回復料理も作りましたと。あとはなんかいくつか作ってみたのかなって感じですね。うん、忍び薬とかね。でようやく晴れたんで燃やして入ってみましょう。入れんのかな。あ、入れる。さてと。この上。はあ。はい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 。で、こっから、おっと。空島には行けないから、多分、位置的にね。ちょっと待って。いや、こっちだ。こっちを選ぼう。向きは違う。こっちに。パラセールで、こっちだよね。向きだけ確認しよう。あっちあっちあっちか。あれか。あの雪山、雪山かよ。雪山の方に向かおう。なんかあるし。キワキワで。パラセール。オッケー。これは何？ゴーレム、ゴーレムだよね、あれ。あ、待って、あれヒノックスだ。あのヒノックス動くよね、多分。動かない？夜だけ？いや、夜だけっぽいな。それよりもこっちだね、気になるのは。え、敵なのかよ。敵ですか。はあ、珍しいなと思ったのに。敵でしたか。あー、燃える燃える燃える。熱いよー。まあ最強の剣持ってるから今。おら、そしてもう一個、最強の剣。リンクさん？起きて！なんか、見るならがっつり見といた方が、後で、再度、見直しみたいなことにならなくて済むから。うわー、いるなー。いるし、戦っときたいなー。バレてる？バレてませんか？大丈夫ですか？失礼しますね。あ、バレてます？痛い！なんてことすんだお前。お、ヤシの実。いいね。痛い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 。
こちらそんな HP ない、ない。失礼します。はあ。まあ当初の目的は果たしたんじゃないか。もともと来るって言ってた村にたどり着けたから。あとちょっとだ。で、ちょっとあえてこの端から来てるのは、リンクの家を先に見たいという気持ちが現れてますからね。お、友達のところに行きたいな。どこですか？え？ああ、まあでもあそこだったらまあ、あそこってさ、ちょっと見ていい？そうだよね。これなんだ？果ての村ここで。いやー全然方向違う。ピンと方向が全然違う。でも行かないといけなそう。とりあえずただいまということで。なんかいい武器。集まってるかな。こんなんだっけ、リンクの家。あー、寝れるのは寝れる。あ、ゼルダの日記。え、待って、ゼルダリンクの家来てたの。超気になるな。なんだなんだ。逆災後、復興のため私がなすべきことは何か。答えを求めてハイラル各地を巡る旅に出た。崩壊した建物の失われた町、被害は私の予想をはるかに上回っていたけれど、民たちの姿を目に焼き付け、その声を耳で受け止めて私は確信したのだ。民の心は折れてはいない。強い意志を持つ彼らこそがハイラルの財産だと。私がなすべきは民たちを守ること。改めてそう感じられた旅だった。ハイラルの復興の一環として果ての村に学校を建設した。ここはハイリア人最大の集落であり、豊かな土地が広がっている村だ。そして何より多くの子供たちが住んでいる学び屋として最適な場所だと思う。先生には研究所のシモンを迎え入れた。長年あのプルアの助手をしていた彼なら安心だ。どんなに癖の強い子がいたとしてもうまくやってくれるだろう。しばらくは私も学校に通い、生徒たちを見守っていきたいと思う。学校の建設は、えのきだ工務店のえのきださんの師匠である桜田さんにお願いした。旅に出るという彼にもとってもこれが果ての村最後の大仕事となり、感慨深かったようだ。公にはしていないが、家に秘密の部屋を作ってもらった。少し薄暗いけど、湿度も温度も保たれていて快適だ。一人で集中して仕事をするときにとても重宝している。順調な滑り出しを見せたかに思えたが、ここに大きな問題が浮かび上がった。教師が足りない。シモンに探してもらってはいるが、適任者が見つからない。教師には知識と教養、そして子供たちの信頼を得ることが求められる。子供たちを育て守ることは国を守ること。子供たちを導くことはすなわち国を導くことになる。この国の未来を担う者、立派な者がこの村を訪れ、教師になってくれることを願っている。はあ、ゼルダは復興のためにいろいろやってたんだな。さてと、懐かしの果ての村。なんかこの辺りはえのきだ工務店だったっけ、なんだっけ、が建てた家だよね。この特徴的な箱の家は。お、カエルちゃん。閉まるな。あっちも見とく？ちょっと村が広いからさ、どうしようかなと思うんだけど。あ、いないね。一応ポイントは押さえておきたい。あー、アッカレ地方の市から村まで。あ、えのきだ工務店だ。あれ？えのきだ工務店なんだ。
乗っ取った、もしかして。わわわわわ、何キノコ、何これ、キノコ、え、話聞こっか、こんにちは。ひー、見つかっちゃった。こんな時間に果ての村に何かご用ですか。ここはお野菜とサゴの、なんか前作でもこういう感じだったよね。門番がいてさ、あ、でもよく見るとイケメン。よかったらこれ受け取ってください。サゴの星、卵かい。すごいちゃんと答えてくれるな。なんでキノコこんな増えてるんだろう。キノコなかったよね確か。あんまりさ、まあ、村どうだったかっていうの覚えてないんだけど、正直なところ。キノコがなかったことだけは覚えてる。はい、こんにちは。サゴノさんって誰だよ。サゴノさんって誰。サゴノさん探すか。じゃあホットワードですね、サゴノさん。あー、取りて、取ってもいいでしょ別に、生えてんだからさ。あ、サブイベント、ラブファイヤーフォーエバー。どうした？モテそうな若者もよ。見たところ旅の途中かな。この村は平和だけど、まだまだ外は物騒らしいな。まあだからこそこうして俺がアイビーさんに言い寄るよそ者。アイビーさん、イーストウィンド、よろず屋の看板娘。あれか、見えてるやつか。あ、もうちょっと君いいです。君の話、君の話いいです。彼か、これアイビーさん、違うわ、これ別のサブビートだ。ですから何度も申し上げている通り、3名様は入れないんですよ。せっかく来たのに入れないんですか。あの超人気デザイナーサゴノさんのし、あ、なんだっけ、え、あ、この流れはリンク入っていいの。うわ、右の子大人、牧場行きたいかも。研究所もあるってよ。これさ、よかった、諦めてくれて。ん、あ、お待たせしてすいません。あなたもお姉ちゃん、サゴノの新作を見に来られたお客様ですか。お一人様でしたら大丈夫ですので、中にサゴノの本にもおりますよ。ただ今は展示のみ、販売はしてません。へえ。はあ、これがサゴノさん。誰ですか。さすが私、いつ見ても惚れ惚れする出来栄え。まさに名実ともに世界のサゴノと呼ばれるように。あーた。デヴィ夫人しか言わねえよ、あーたって。あなたのことあーたっていうのさ。このサゴノのファンかしら。でもなんか見たところおしゃれについて何も知らないって顔してるわね。ここ、ブレントウエストは世界でオンリーワン。サゴノブランドを扱うブティック。そして、この私ことが、私、この村をエキセントリックな流行の発信地へと変えた張本人。そして今、あーたの目の前にあるのが、この私、サゴノの新作にして最高傑作のサゴノハート。このラグジュアリーなカーブにして、エキセントリックな全てがパーフェクトだますでしょ。これは値段が作れてないぐらいスペシャルな作品、売り物じゃないだます。この私が認めた人に譲ると決めてるだます。ハイナリチのオシャレシティに一番ふさわしい人に。
お？何がハイラ一のオシャレシティですか。ここをそんな村にした覚えはありませんよ。草吉。あら、誰かと思えば、果ての村の草吉村長様が何のご用だましよ。お姉ちゃんごめん。入り口で止めたんだけど聞かなくて。サゴロさん、村に変な置物を置くのはやめてもらえませんか。あ、キノコか。こいつが置いたのか。あなたは知らないかもしれないですが、野菜にとって睡眠は大変重要なんです。あの置物のせいで夜も明るいものだから野菜たちも育ちが悪くなってるんですよ。この村のシンボルの野菜がダメになったらどうするんです。揉めとんな、平和のことで。まずは話し合いを。そんな甘いことを言ってるから村がこんなありさまになってるんだろ。それに私にはこの村を守る義務があるだな。村を守るですって。この村こんなに賑わってるのは誰のおかげだと思ってるダーマス。のんびりした牧歌的なこの生活こそ果て村の理想のスタイルなんですよ。なら村人に判断してもらったらいいダーマス。私の最先端のやり方と村長の古臭い従来のやり方、どちらが村の発展になるかと思うか村長選で決めるダーマス。また始まったな。なんか村長選か。いいでしょう、受けて立ちますよ。うわあ、サブイベントいっぱい発生しそう。クレビア、こんなところに長居は無用。我々家に戻りますよ。はあ、なるほど。まあちょっと新しいサブイベントが発生しそうということが分かったので、一旦話はここで区切って、おそらくね、この話解決すれば奥にあるリンク専用のね衣装とかも買えるようになると思うんで、まあ、これもちょっと欲しいけどね。ちょっとじゃあ次回のパートに、回しましょうというところです。もしよかったら見てる方高評価押してくれるととても助かります。またよかったら次回のパートでも、お会いできることを楽しみにしております。アグでした。お疲れ様でした。